画家の夢を諦めたフリーターのヒロシ、突然の余命宣告がこの夏を人生最後の夏に変える。あんたなんか自分に死ぬことも生きることもできないじゃん。お前みたいなガキに言われなくたってそんなこと分かっ、投げやりになるヒロシに全身でぶつかる舞、彼女に翻弄されながらも諦めた夢を取り戻していく。お互いの名前も知らないまま、トイレのピエタ、もっと早く走ってよ。病人なんだけど俺。